さて改めまして皆様、本日は東京コミックコンベンション2017へご来場いただきまして誠にありがとうございます。アメリカサンディエゴ発、世界最大級のポップカルチャーイベント、東京コミックコンベンション2017がいよいよ開催されます。日本開催第2回目を迎える今年は昨年よりもスケールアップ、数々の魅力的なコンテンツを携え本日から3日間開催してまいります。皆様どうぞご期待ください。申し遅れました、本日メインステージの司会進行を務めさせていただきます、私丸山修と申します。よろしくお願いいたします。それではまずはじめに主催者を代表しまして、東京コミックコンベンション実行委員会三藤亜希子名誉会長よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今年もまた2017、東京コミックコンベンションがこんなに素晴らしい大きなスケールで、そしてまたハリウッドからもたくさんの皆さん方がいらしていただき、そして日本のカルチャーとそしてアメリカンカルチャーとが融合して、そしてまたそのサイエンスとテクノロジー、こういうものが全部詰まったこのイベントが開催されること、本当に嬉しく思っております。私自身もう26年ぐらい前に科学技術庁長官を務めたこともありまして、こうしたその科学というもの、そういうものとやっぱりこの本当に身近な私たちの生活の中で、そしてまたこれからは日本が発展をしていくためにはもちろん日本の伝統文化というものを大切にしていかなければいけませんけれども、新しい息吹で新しいそうしたテクノロジーというものを加味した私たちの娯楽文化、こういうものに力を入れていかなければならないと思っております。まあ、そんなことで、先国会で日本の伝統文化文化芸術基本法というのの改正がございましたけれども、その中で、今まで入ってなかったんですけれども、ユネスコで、ね、世界遺産に登録をされました日本食というもの、日本の食文化というものが一個法律の上に、この明記されたことを皆さん方にご紹介をしたいと思います。まあ、そんなことで楽しいいろんなものを見ていただいて、そしてやっぱり日本の食というもの、これもぜひこの会場の一角で味わっていただくことを期待をいたしまして、もうなんかここへ来ますとこうワクワクするような気持ちがいたしますけれども、今日から3日間ぜひ皆さんお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。続きまして東京コミックコンベンション実行委員会宗組光明実行委員長よりご挨拶申し上げます。それではよろしくお願いいたします。実行委員長の宗組でございます。早いもので、去年がもう瞬く間に1年が過ぎてしまいました。今年は本当に皆さん協賛者の方々、そして出展者の方々ボリュームアップしてここまでしていただきました。でもコミコンを本当に大きくしていただくのはこちらにいらっしゃっている来場者の方でございます。ぜひ今回のコミコン3日間素晴らしいゲストを迎えております。ぜひお楽しみください。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして在日アメリカ大使館を代表し在日アメリカ大使館広報文化交流担当講師マルゴ・キャリントン様よりご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんこんにちは。今日は日本英語で話させていただきます。すみません。It is a great honor to be here sharing the stage with so many distinguished guests from Japan, as we just heard from Santo-sensei,
And two living American legends that you'll be hearing from soon, Mr. Stan Lee and Mr. Steve Wozniak. 皆様方、私はこのような場におきまして、ご列席のご来賓の方々と立つことができて大変光栄に存じます。そして今、三島明子実行委員長様の方からご案内がありましたように、2人の伝説的なアメリカの方がこちらに登場することになっているわけです。すなわち、スタン・リーおよびスティーブ・ウォズニアックです。Last year was my first experience with Tokyo Comic Con, and I'm so pleased to see that based on the great success of the event, it has grown into an even larger extravaganza with appearances by many beloved actors and characters from American pop culture. そして昨年私は初めて東京コミックコンベンションに参加させていただいたわけですけれども、大変大きな成功を収めることができたため、今年はさらに規模を大きくして、そして多くのアメリカの人気の俳優さん、あるいはキャラクターの登場とともに開催されることになったわけであり、大変嬉しく思っております。My section of the U.S. Embassy works hard to enhance the already very strong ties between the U.S. and Japan.And I'm thrilled that these great ambassadors for our country are here to help us do just that. 私が今在日米国大使館の方で担当している部門は、すでに非常に強い日米間の絆というものをさらに強化するための努力というものを進めておりますけれども、このようにアメリカのための大使の役割を果たしていただいている方々にここで活躍していただいていることは、私としても大変ワクワクしております。Specifically, we want to encourage more young Japanese to visit and study in the United States. So this year, we have our own presence at Tokyo Comic Con. そして特に私どもの方では、若い日本人の方々にぜひアメリカの方を訪問していただき、そしてできればアメリカで勉強していただきたいと考えております。そのため今年私どもの方では東京コミックコンベンションにおきまして独自のブースというものを設けさせていただきました。 I invite you to visit our U.S. Embassy booth. We have information on how you can take the first steps towards studying in America. そのためぜひ皆様方の方に我々の在日米国大使館のブースにお越しになっていただければと思います。そこでは皆様方の方で留学をするためにどういうステップを踏んでいけばよいかということをご案内させていただいております。Well, we can't promise to imbue you with superpowers. We can help you find a way to get a super education. そして私の方からは皆様方に対してどのような形でもってスーパーパワーというものを皆様方に対して上げることができるかということは我々の方からは約束はできませんけれども、必ずやスーパー教育というものを提供することができることを我々は自信を持っております。 If you visit us, you can even fly through space, land in the US and take a virtual 3D tour of your favorite American city or university campus of your choice。そしてもし我々のブースの方を訪問していただければ、空間を飛行し、そして着陸した時点で、仮想空間の3次元の、世界に入ることができるわけであり、皆様方の一番大好きなアメリカの都市、ないしは皆様方がぜひ訪問したいアメリカの大学のキャンパスを訪れることができます。We look forward to seeing you there. ぜひ皆様方にそこのブースにお越しになっていただくことを期待しております。Thank you very much. どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは東京コミックコンベンション2017における関係者の皆様、そして今回ゲストとしてご来場いただきましたセレブリティの皆様にご登場いただきたいと思います。東京コミックコンベンション実行委員会より三島明子名誉会長、宗組光昭実行委員長、ご来賓のマルゴー・キャリントンアメリカ大使館広報文化交流担当講師、東京コミックコンベンション名誉親善大使TBS 日曜劇場陸王ご出演の竹内涼真さん、
東京コミックコンベンション名誉顧問スティーブ・ウォズニアックさん。そして東京コミックコンベンション名誉親善大使のスタンリーさん。続きましてスペシャル来日ゲストにご登場いただきましょう。人気シリーズスタートレックで欠かせない一人であり、テレビドラマ作品オールモストヒューマンでの主演を務めたカール・アーバンさん。人気テレビシリーズファイヤーフライ宇宙大戦争やその映画版セレニティで一躍時の人となったネイサン・フィリオンさん。ウォーキングデッドシリーズで見事な怪演を披露し、個性派俳優として注目を集めるマイケル・ルーカーさん。映画初出演にして映画スーサイドスクワットに大抜擢され、最も謎めいたキャラ刀を好演した福原可憐さん。それではこれよりフォトセッションのお時間とさせていただきます。 And now we would like to have the photo session. それではまずは前方にいますカメラマンの中央真ん中を皆さん向いていただいていいですか。視線を真ん中にお願いします。 We would appreciate it if you could face in front of the stage. さあご登壇者の皆様、まずは中央にあるカメラをご覧になってください。お願いします。目線を中央のカメラにお願いします。 We would appreciate it if you could face the cameras at the center of this.申し訳ございません、一般の方の撮影は、このステージは、禁止とさせていただきますのでご了承ください。一般の方の撮影は禁止とさせていただきます。大変申し訳ありませんがご協力をお願いいたします。 And we would appreciate your understanding that it is only the members of the press that are allowed to take photos here. はい、それでは左側のカメラマンのレンズを向いていただいていいですか。Now we would appreciate it if you could look to the left side of the audience, facing the audience, if you look towards the left. 繰り返しになりますが、本日このお時間は関係者、プレスの方のみの撮影となります。一般の方の撮影は禁止となりますのでご協力をお願いいたします。And we would like to repeat that this is just for the certified press members.And we would appreciate it if the members of the general public refrain from taking any photography here. さ、それでは続いては今度は右側のカメラを向いていただいていいですか。視線を右側にお願いします。We would appreciate it if you, when you face the audience, if you could look towards the right side.ということで、以上でフォトセッションのお時間とさせていただきました。ご協力ありがとうございました。さあそれではここで、お一言をいただきたいと思います。スタンリーさん、スティーブ・ウォズニアックさん、そして竹内涼真さんからご来場の皆様に一言ずつお話しいただきたいと思います。まずはスタンリーさんからお願いいたします。 Thank you very much for your cooperation. And now we'd like to hear a few words from our guests here. And we would like to hear from Mr. Stanley, Steve Wozniak and Mr. Takeuchi. I love Tokyo. 私は東京大好きです。 This is one of the great cons of the world. And I welcome you here to this con.
これは世界のコミコンの中でも本当に素晴らしいものの一つであり、皆様方を私の方から歓迎申し上げたいと思います。And I'm not going to make a long speech now because I want you all to come inside and listen to me later on. So excelsior! ここではあえて長々とスピーチはいたしません。ぜひ皆様方に後で私のスピーチを聞いてほしいと思いますので、ここではとりあえずここまでにします。ありがとうございました。続きましてはスティーブ・ウォズニャックさん、お願いいたします。Thank you, Mr. Steve Wozniak. Japan and Tokyo have actually been a big part of my own creative life. 日本と東京というのは私自身のクリエイティブな生活において大きな部分というものを占めておりました。I prefer to be around creative people, thinking up new ideas to inspire us. そして私は皆様方にインスピレーションを与えるような新しいアイデアというものを思いつくためには、クリエイティブな人間の周りにいることが大好きです。People that create ideas that bring pleasure, joy into our lives, that inspire us and make our life better. そして非常に我々の生活というものを楽しくし、インスピレーションを与え、そして我々の生活をより良いものにしてくれるようなアイデアというものを私は求めております。The people that attend Comic-Con are more my type of people than the most accomplished in the world.そして私にとっては、こういうようなコミックコンベンションに参加される人たちというのはまさに私のようなタイプの人間であるというふうに受け止めております。 I am not only glad to be here, but I'm glad to see the great kind of sharing between the two of our cultures.そして私がここに参加できたことを嬉しく思っているだけではなく、皆様方とともにこのように2つの偉大な文化、日米の偉大な文化というものがこういう形で共有されていることを見て大変嬉しく思っております。 In the creativity of our technical digital world, we are always trying to achieve what used to be impossible.そして私どもは、テクニカルなデジタルの世界において、クリエイティビティ、創造性というものを使いまして、そして今までは不可能であったことを実現するようにいつも心がけているものです。What I am saying is that a lot of our inspiration comes from people who create ideas of superheroes. Basically, human beings that can do more and have more power than normal.そして特に私が申し上げたい点といたしまして、スーパーヒーローのアイデアを作り出している人たちから多くのインスピレーションというものを受けることができるわけです。通常の人間よりもより多くのスーパーパワーを持ち合わせた人たちを作り出すことのできる人たちから大変なるインスピレーションを受けています。 I hope that you are all inspired by the creativity that you will see in the various booths and especially the artwork.そして皆様方もぜひ各ブースを回っていただきまして、特にアートワークの方に注目していただくことによって多くのインスピレーションを受けていただくことを期待しております。 Here at Comic-Con, we can be anyone we want to be. そしてここコミコンにおきましてはもう誰でも自分たちが好きな存在になりうるものです。 I hope you enjoy this show as much as I will.私と同様に皆様方にもぜひ今回のショーを楽しんでいただければと思っております。 It is a major personal honor of my own to be here and to be standing next to Stan Lee. そしてこのように私自身もスタンリン様の隣で立つことができて個人的に大変な名誉であるというふうに感じております。 Thank you all very much. どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。I want to compliment you. You speak very, very good Japanese. もう今司会の方は大変日本語が上手で、もうぜひ褒めさせていただきたいと思ってます。ありがとうございました。光栄でございます。Thank you indeed. It's an honor. ありがとうございました。さあ、続きましては竹内涼真さん、一言お願いいたします。こんにちは、竹内涼真です。あの2年続けて新人祭ということで、本当にスーパースターの皆さんの横に並ばさせていただいていることは本当に光栄です。皆さん、アメコミ盛り上げませんか。本当に、
アメコミが大好きで、いつかマーベルの映画に出るのが夢なんですけど、こうやって皆さんと一緒に並ぶことができて本当に嬉しいです。皆さん楽しんでいってください。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それではこれよりご登壇いただいている皆様による鏡開きを執り行わせていただきます。皆様スタンバイをよろしくお願いいたします。 Now we would like to move on to the barrel breaking ceremony, the 鏡開き and so therefore we would like you to get in position for the ceremony. さあ、これより鏡開きを執り行わせていただきます。 And now we will be beginning the ceremony. よろしいでしょうか。さあ、準備が整いましたので簡単にご説明させていただきます。Now it seems like everybody is prepared, so please allow me to explain the procedure for this. 鏡開きの際には皆様ご発声をご一緒にお願いいたします。 And I would like to call upon everyone, including everybody in the audience, to say the following words. 私がせーのと申し上げましたら、皆様はよいしょとご唱和ください。When I say せーの then I would appreciate if everybody shouts out よいしょ。そしてステージ上の皆様にはよいしょで木槌を振り下ろしていただきます。 And then we would appreciate it if you would bring down your mallets onto the barrel once you hear everyone say よいしょ。さあ、会場にいるご来場の皆様もどうぞ大きな声でよいしょとお願いいたします。So、いいですね。I would appreciate it if everybody in the audience shouts out よいしょ with us. さあ、それでは本番始めていきますよ。ご準備よろしいですか? Is everybody prepared? それでは参りましょう。せーの、よいしょ。はい、ありがとうございました。拍手お願いします。ご登壇の皆様、ありがとうございました。ゲストの方々には本日より3日間にわたって開催される東京コミックコンベンション2017においてさまざまなシーンにご登場いただく予定です。どうぞご期待ください。それではご登場いただきました皆様ありがとうございました。今一度大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。